それでは早速皆さんに集まってもらいましょう。はい。いい香り。皆さん、また大変なことが起きてしまいました。羅刹城が魔物たちに襲われて占拠されてしまいました。ウイローの生産のほとんどを賄っている羅刹城周辺の4つの町が心配です。もしこのまま4つの町が占拠され、あの伝説のウイローまでもが魔物の手に渡ってしまえば、世界は再び闇に包まれ荒れ放題となってしまうでしょう。でも一体どうしたらよいのでしょう。お姉ちゃん、困ったことになったわね。どうしましょうって言ったって話の通じる相手じゃないし。そうよね。そうだ、コットンに頼めば。ダメよ。あれだけ有名な観光地をなぜ知らないかはわからないけど、あの場所にコットンを行かせたりすれば。魔物に全滅させられるよりはマシじゃない？そうかもしれないけど。それはそうと、そのコットン今どこにいるの？それがわからないのよ。あ、そうだ、餌を使って捕まえましょう。餌？捕まえる？そう。こんなバケツと棒の古典的な罠で？そう。話って、またあんたなの？聞く。あのね、コットンは知らなかったと思うけど、今ウイローの原産の町で恒例のウイロー祭りが催されていてね、いろいろなウイローがタダで食べられるのよ。ウイローの原産の町？そんなこと言って、さっきの木彫りのウイローみたいにあたいを騙そうとしてるんじゃないでしょうね。そんなことないわよ。それにここの羅刹城には伝説のウイローと呼ばれる大きくてプニュプニュなウイローがあるのよ。で、伝説のウイロー？お姉ちゃん、伝説のその伝説のウイローって、今はこうするしかないのよ。女王様には何とか私がごまかして、もしバレてもコットンが魔物を退治してくれればきっと多めに見てくれるわよ。そうじゃなくって、伝説のウイローの町
に借りると町中の魔物